最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はマウントササフラズ、残り 200m、 イクス&バレーズ伸びてきた。サンダーガルチ必死に追います。2番手はサンダーガルチ、先頭はイクス&バレーズ、1着でゴールイン。イクス&バレーズ1着、2着は微妙です。勝ったのはイクス&バレーズ、見事な勝利です。前はカリスマランド、ラッキーポート、ほとんど差がありません。カタノスクワート E1、 安城のゴーサインに応えるか。カリスマランド先頭、差はほとんどない。2番手はバーリー、あと 200m、 先頭はバーリー、先頭はベッドーリ、ベッドーリ先頭、バーリー追いすがります。ベッドーリ先頭だ、ベッドーリわずかにベッドーリ体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。直線 526m、 ここからが勝負。最後の追い比べ、先頭は前のトップガン成田キングを、先頭2番手は前のトップガン、先頭を捉えるか。やはりジェニー先頭だ、あと 200m、 先頭はジェニー、一気に捉えるか。前のトップガン、前のトップガン抜けた、一気に片野ウィンザー、片野ウィンザー大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、もう一度 VTR で確認してみましょう。
Thank you.
Thank you.
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭はエイシンワシントンカチャノーフ、先頭あと 200m カチャノーフ、先頭だカチャノーフ、差を広げる2番手はフラワーパークカチャノーフ、1着カチャノーフ完勝、カチャノーフ1着、2着はフラワーパーク、これが G1 馬の実力だ、カチャノーフ。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって前のトップガン、残り 200m、 先頭は前のトップガン、残り 100m、 成田ブライアン抜けた。前のトップガン追いすがります。成田ブライアン1着、2着にはどうやら前のトップガン成田ブライアン。天皇賞秋ジャパンカップに続き、秋の牡馬三冠を完全制覇。
ー